5月5日朝6時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は今日もですね、クリスタルという珍しいビールをいただいてみようかと思います。こちらはですね、ペルーですね。こちらもね、ペルーのクリスタルというビールで、なんかスフィンクスみたいなのが写ってますね。ここにもね、王冠のところにも。ペルー、南米ペルーの情熱の味、今日はどんな味がするんでしょうか。楽しんでみようかと思います。晩酌ならぬ朝酌というね、どんな色だろう。あ、これも普通のビールの色ですね。あ、泡がね、初めて泡が立ちました、まともに。このクリスタルは、まあ、色もクリスタルなんですけども、泡もなかなかいいんじゃないかなと思います。いただきます。あ、芳醇な香りが。芳醇な香りって何ですかね。芳醇ってちょっと全然想像つかないですね。お、これはね、口当たりまろやかというか、ちょっと薄めという感じがしますね。非常に飲みやすいビールになっております。あのサイダーに近いような感覚ですね。甘みはないんですけども、渋みをちょっと抑えているような感じで、まあ、あのビール飲みつけてない方とかにはこれちょうどいいんじゃないですか。これもね、輸入品なんで1本あたりで買うんですけども、だいたい200円弱ですね。まあ南国気分を味わうのにはちょうどいいんじゃないですか。で、今日のおかずは牛肉のタレ漬けでございます。今焼いてきましたね。うん、でもこのね、中山牧場の神石高原牛が私大好きですね。乾杯。今日は子供の日ですね。うちにも子供がいます。今日もお祝いしてきます。まあ、まだね、かしわ餅とか食べられないんですけども、雰囲気だけね。クリスタル、王冠がね、なんかそのスフィンクスみたいなのが、これなんだろうね。インポーティッドクレベゼラ、うん、ビアフロムザアンデス、アンデスのビール、うん、確かにアンデスではいろんな農作物取れますし、ジャガイモも取れたりしますよね、うん、ジャガイモって品種が200種類以上あるらしいですよね。あとアンデスメロンってありますけど、あれは別にアンデス山脈で取れたわけじゃなくて、安心デスメロンっていうらしいです紛らしいですね、うん、乾杯。ということで今日はペルーのクリスタルビールの紹介でした。いただきました。